武田家式狩猟民シュバラール族はこの地を青の森ヤクテル樹海と呼ぶ。大昔に隕石が降り注いだことで形成された環境、セノーテや特殊な植生の青を森の象徴としたのだろう。シュバラール族とマムージャ族の争いが続いてきたこの地で、継承の儀は佳境を迎えることになる。ウクラマトさん、大丈夫？高いところも怖い。この森はコザマルカよりも木々が鬱蒼としているね。上ばかり見てるとセノーテに落ちるぞ。セノーテって？地面に開いた穴に雨水や地下水が溜まってできた泉のことだ。大昔のことだが、ここら一帯には隕石が降ったと言われてる。それで土地が大きくえぐれたんだとか。長い年月が経って跡地は埋まっていったものの、地質が脆いもんだから何かの拍子にぽっかり穴が開くわけだ。それなりに深いから落ちたら上がるのに苦労するぞ。絶対に落ちるなよ。分かってるっつーの。食の章の舞台となったシュバラール族の集落はここから近いのかい？ああ、この先の分かれ道を西に進んですぐだ。よし、いつまでもビビったままでいられるか。とっとと行こうぜ。ようやくいらっしゃいましたか。せっかくバリガルマンダを使って足止めしたってのによ、これじゃ意味ねえじゃねえか。てめえ爆風じゃじゃ、どんだけ汚ねえ真似をしたら気が済むんだ。すまないが、先に試練の話をさせてもらおう。
私の名はフンムルク、シュバラール族の族長であり、こたびの継承の儀で連王の選者を務めている。職の試練では候補者の4人が揃っている必要があってね。君たちの到着を待っていたのさ。さあ、王女は舞台上へ。これまで君たちは互いに試練を競い合ってきたことと思うが、この食の試練では協力し合う姿も見せてもらいたい。二人一組でチームを組むことによってね。はあ、この俺様が劣等種のこいつらと組めってか。先に言っておくが、食の秘跡を得られるのは勝った側の一組のみだ。せいぜい仲良くやってくれたまえ。その壺の中に色の異なる木の実が2つずつ入っている。同じ色の実を引いた者同士で組んでもらうよ。バクージャジャと組むことになったら複雑ね。ウクラマトをさらったこともバリガルマンダのこともまだ型がついてないもの。全員引き終わったようだね。それぞれ色を確認してくれ。僕は赤の実です。青だ。ゾラージャ王子とコーナ王子が分かれたか。では残る二人の身はどうだ。私は赤ってことは。こんなに早くまた共闘することになるとはね。コーナ兄さんが味方ならこの勝負もらったようなもんだな。私たちが組んだということは、あちら側は。まさかの一つ頭かよ。では、食の試練の課題を発表しよう。君たちには、私たちシュバラール族に伝わる伝統料理、シャブルクピビルを作ってもらいたい。料理を作れとは、ここに来てまたふざけた試練ですか。そりゃ一見多いとは関係なさそうな試練かもしれねえけど、きっとこれにも意味があるんだろう。ああ、父上が意味のないことをさせるとは思えない。国の未来がかかっているとなればなおさらだ。頼もしくなってきたな、うちの王子たちは。それに彼らの伝統料理を作るというこの試練、サレージャが言うほどふざけたものとも思えない。食文化にはその土地の文化や歴史が色濃く反映されるものだからね。ガレマルドの料理には農耕民としてのガレアンの文化が反映されてたわね。寒いから煮込み料理が多かったのも覚えてるわ。言われてみれば確かに、これまで会ってきた連中もみんな違ったものを食べたり飲んだりしてたよな。魔力を維持するために足を食べてたハヌハヌ族、いろんな飲み物を作ってたペルペル族は
それを商売の種にもしてた。そうか、食事を知るってことはそこに生きる奴らを知るってことでもあるんだな。思えば継承の儀は学びの連続だった。試練を超えようとするたびにその土地の歴史や文化について知識が深まっていったんだ。それこそがこの旅を機とした父上の狙いだったのか。だがトライオラの未来を豊かにするのは旧来の文化じゃなく新たな技術であるはずだ。父上ほどのお方ならそれを分かっているはずなのに。さて、それでは細かい決まりを伝えておこう。この試練の目的はシャブルクピビルを再現することだ。味、見た目、調理方法のいずれかが間違っていた場合は何度でも作り直してもらう。調理の準備が整ったらそこの炊事場を使うといい。私が認めるシャブルクピビルを先に作り、完食した組の候補者に奇跡を進呈しよう。では食の試練を開始する。シャブルクピビルなんて料理今まで聞いたことがねえぜ。一体どんな食い物なんだ。
ここがシュバラール族とマムージャ族の戦いにおいて主戦場となったショブリト敗戦場です。文字通り怪人に帰したこの土地を見ればどれだけ苛烈な戦いだったのか察することができますね。一族の伝承によればヨカフイ族が去った500年ほど前から森の支配権をかけた争いが始まったのだとか。以来400年以上にもわたり幾度もの対戦と数え切れない小競り合いが繰り返されてきました。そんな歴史的な戦いを80年ほど前にこの地を訪れた父上が終わらせた。グルージャジャ様はたった6人の仲間と共にシュワラール族とマムージャ族の陣営を相手取った。結果見事に戦場を制圧したのです。さすがは前世紀のバリガルマンダを封印した連中だぜ。そうして半ば強引に戦いを中断させたグルージャジャ様は争い合う両部族を集めて会談の場を設けたといいます。先祖が争っていたからというだけでお前たちは何百年も飽きずに戦ってきたわけだが、今日限りでしまいにしてもらうぞ。その言葉は我らが森を奪わんとするトカゲ野郎に言え。こやつらさえいなければ我らは平穏に暮らしていけるのだ。臆病者が、そんなに戦いたくないのならおとなしく森を明け渡し尻尾を巻いて逃げ去るがいい。どちらか一方が決定的な勝利を得てもう一方を排除したとて、いずれまた次の侵略者が現れるだけです。あなた方はこの海の外に他の大陸が存在し、いくつもの国々が歯を競い合っていることをご存知ですか？無理もありません。太陽を超える方法を持たぬ私どもには、その事実を知る術がありませんでしたからね。しかし、やってきたのですよ。大海原を渡り、このトラルへとたどり着いた、トツクニからの来訪者が。トナワータ族の大男かと思っていたが、よく見てみれば違うようだな。なあ、俺は海を見たことがあるが、見渡す限り水ばかりで他の大陸なんて見えなかったぞ。見えないほど遠くにあるならどんな船があれば渡れるんだ。問題はそのような船を我らは作れないという点ですよ。私どもよりも優れた技術を持つ国が存在し、トラルの存在を知ったのです。彼らのうちのいずれかの国がトラルに目をつけて支配しようと欲望を燃やしたらどうなると思いますか？お分かりになりましたか？とつ国の侵略者がいつ現れるとも限らないということが。そうならぬために寛容なのはトラルに生きる人々が一つに団結し
隙を見せぬこと。もはや小さな部族同士で争っている場合ではありません。俺ら一人一人の力などたかが知れてる。だが互いを知り手を取り合うことでバリガルマンダほどの大きな力にだって対抗できるんだ。あのバリガルマンダに？言葉だけでは到底信じられないが、戦場でお前たちに敗れた今となっては。ああ、こいつらの連携は見上げたものだ。土方を守るために怪力のヨカフイ族の足元を狙ったらペルペル族のやつに素早く阻まれた。すかさず距離を取ってそいつを弓で射抜こうとしたら、今度はハヌハヌ族が風の魔法で矢をはたき落としてくる。互いの弱点を互いの長所で補う戦いぶりは圧巻だった。それがタブ族が手を取り合うことによって生まれる強さ。私どもが起こそうとしているのはそういう国なのですよ。しかしこれまで殺し合ってきた相手とどうやって手を取り合えというのだ。ねえ、騙されたと思って一晩だけ付き合え。そうして始まったのが伝説の主演。無論殺し合いを続けていた部族同士がいきなり肩を組んで酒を酌み交わせるはずもなく、長い沈黙が続いたのだとか。ここでグルージャジャ様が一計を案じました。シュバラール族の肉料理とマムージャ族の蒸し料理、これを交換させて互いに食わせたのです。相手の伝統料理のうまさに思わず目を見張る両部族を見て、彼は満足そうに笑うと一つの提案をしたそうです。二つの料理を掛け合わせるぞと。そして皆に手伝わせて調理を始めました。それがシャブルクピビルってことか？あの料理はシュバラール族とマムージャ族の文化を合わせて生まれました。いわば両部族が初めて手を取り合った証なのです。当初交わした一晩だけという取り決めはどこへやら。新たに生まれた料理のうまさに両部族の仲はほぐれ、その宴は三日三晩も続いたのだとか。かくして宴の終わりに両部族は和議を結びました。この時グルージャジャ様が語ったとされる言葉は今なお我らの道筋を照らしています。無知ゆえに争い、知りて絆を結ぶ。いや、悪い悪い。この旅でさ、知らなかったやつらのことを知るほどに好きになっていく自分に気づいてたんだ。親父たちも同じだったんだって思ったらおかしくてさ。無知ゆえに争い、知りて絆を結ぶか。さてこれでお分かりいただけましたかな。両部族に起こった戦いの結末と
シャブルクピビルという料理に込められた意味を。ああ、バッチリだ。教えてくれてありがとな、ウケブ。なんだ？どうかしたのか？誰かが近くにいた？もしかするとサレージャかバクージャジャあたりがまた何かを企んでいるのかもしれないですね。ったく、あいつらにこそ今の話を聞かせてやりてえぜ。
頼むぜ、お前ら。ふう、どうやら間に合ったようですな。急ぎ調理に取り掛かります。一つ頭と組まされた時はどうなるかと思ったが、猫ちゃんの飼育係に比べれば幾分マシだったな。ごちゃごちゃ言ってねえで、おとなしく待っとけ。ふん、生きがったって。この試練に勝つのはオイラたちだよ。できたわ。お待たせ。これがシャブルクピビルで間違いないはずよ。おお、めちゃくちゃうまそうだな。シャブルクピビルはシュバラール族が好む香辛料を使った肉料理とマムージャ族伝統の調理法を掛け合わせた料理。数百年続いた戦いの終わりに二つの部族が手を取り合ったことで生まれた融和の証よ。材料も調理法も正しかったようだが、さて。この香り、味、食感、間違いない。まさにシャブルクピビルだ。この料理は二つの部族の架け橋、そのきっかけを作ってくださったのが君たちのお父上さ。ただ材料を揃え、レシピを調べるだけでも作ることはできる。だが君と仲間たちはその製法に加えてヤクテル樹海に刻まれた戦いの歴史まで知ろうとした。世代を超えて悲しき歴史を学ぶ、それこそまさに時代の王とその仲間としてふさわしい行いと言える。あとはシャブルクピビルを平らげさえすれば、食の試練は君たちの勝利だ。実際に食べなければ知ったとは言えないからね。よっしゃ、食うのは大得意だぜ。まだ私たちの敗北が決まったわけではありますまい。さあ改めていただきましょうか。これがシャブルクピビルであることを。やはりな。確かに見た目や製法はシャブルクピビルそのものだが、ウクラマと王女たちのものと比べて香りが足りない。そんなバカな。イブルクの肉を香辛料に漬け込み、地面に掘った穴を釜代わりにして蒸し焼きにする、これぞシャブルクピビルでしょう。なるほど、ジャティーカバナナの葉が手に入らなかったのか。仕方ねえだろうが、てめえが根回ししたせいでどこにもありゃしねえんだからよ。だが
ウクラマト王女とコーナ王子は手に入れたようだが、私たちのことをより知ろうとすることでね。だからなんだっつーの、葉っぱ一つなくたって大した違いはねえだろ。マムージャ族の文化を象徴する要素の一つを欠いたのだ。この食の試練を完遂したとは言えまい。残念だが君たちは試練に失敗した。ふん、どうでもいいよ、くだらない。感じる。最初の時よりずっと強烈でほの暗い意志、とても家族に向けるようなものじゃ。くっ、こんな試練に意味なんてね。奇跡なんざ後でいくらでも覚えばいいんだからな。煮込んだイブルクの肉に香辛料とジャティーカバナナの葉の香りが染み込んで癖になるうまさだぜ。こいつは二つの部族が平和を築いた象徴。それを知ろうともせず力や計りごとに訴えるような奴らにはシャブルクビビルのうまさはわからねえだろうさ。そんなの分かりたくもないね。さあ、すべて平らげてこその食の試練だ。言われなくたって全部いただくぜ。冒険者だけじゃなくて宮廷料理人って道もあるんじゃないか。意外と悪くありませんでしたね。見事食の試練を超えた君たちにその証として奇跡を贈ろう。ついに試練もあと一つか。じゃあ僕たちは行くよ。組んだのが皆さんで、いえ、ゾラージャ兄さんやバクージャジャではなくてよかった。素直じゃないにも程がある。みんなもありがとな。おかげで6つ目の秘石が手に入ったぜ。大事なことを忘れてた。あのさ、おかわりはねえのか。あれだけじゃ物足りなくて。
Hey, thanks for making it this far into the video. So I wanted to include something for you real ones out there that actually stick around to the end of the video. At the very bottom of my description, you're going to find my refer a friend code. It's a first come, first serve basis, but I'll include this in every one of these videos moving forward. So if you want to come hang out on Zalara, go ahead and use that code and hop on. Feel free to message me on Twitter if you do play. I'd love to get a little community going on here if possible. Anyway, that's enough out of me. If you enjoyed today's video, please leave a like, comment down below what your favorite job is in FF14, and subscribe to the channel for more Dawn Trail content coming soon.